どんどん脂肪が燃えるアイドル水の冬バージョンをお伝えしていきますね。今回は基本のアイドル水の材料にあるものをプラスするだけで、さらにアイドル水の脂肪燃焼効果をこう上げることができる材料をカルディさんで見つけてまいりましたので、ぜひ最後までご覧くださいね。では最初にアイドル水の基本のその材料をおさらいしていきましょう。天然水が 500ml、 2緑茶パック1袋、3レモン果汁大さじ1、4蜂蜜大さじ2分の1なんですね。でこれでも十分痩せる効果はあるんです。私別動画でもお伝えしております通りなんですが、今回はもうあの冬がもう近づいてきておりますし、寒い季節になりますよね。そこでその材料を足すことで脂肪燃焼効果をこうどんどん上げることができるんですね。ではその効果です。まずベースの緑茶と生姜が入っていること、ここがポイントなんですね。でその緑茶と生姜がセットになっているお茶を私が見つけてきたんです。私は今回はそのカルディさんで買ったんですけれども、いかがでしょうか。カルディさん以外でも買える場所はあるとは思うんですけれども、まあ、ご参考までにしてくださいね。私はカルディで買いました。小川生薬さんの国産生姜緑茶なんです。でこれテトラパックになってまして、もうこの一つで緑茶とその生姜がこう一緒にもう取れちゃうんですよね。こう材料用意しなくていいわけなんです。すっごく便利で、こちらはですねちょっと読んでみましょう。国産の原材料が 100% ですし、テトラバッグタイプなんで、そのこうお茶のその成分がこう出やすいんですよね。でまた国産っていうのがいいですよね。そしてこちらですね、1925年創業の独自の加工技術を用いて、緑茶の味わいはそのままに国産の生姜のを加えてくれてるんです。でまたいつもの緑茶だけれど、いつもの緑茶ではない、体に優しく寄り添う緑茶です。ってかもうほんとね、もうぜひ寄り添っていただきたいですよね。もうお願いしますっていうもう感じで、もう私これ見つけた時感動したんですけれども、で味もね美味しいです。緑茶はまあベースなんですが、そこに生姜が入ることで、まずはそのあなたのですね体をこう温めてくれるんですよね、生姜って。でベースの緑茶もそもそもその脂肪燃焼効果がありますし、あなたの血糖値をですね下げてくれる。で太る原因って何だと思いますか？もちろんその腸内環境が悪いことがベースなんですけれども、あと糖質ですよね。糖質がその脂肪を溜め込む原因なんです。でその糖質を取った時に、その一気に血糖値をこう上げるもの上がると、結局そこで脂肪を溜め込むわけですから、今ロカボとかね、あのいろいろ聞かれてると思うんですけれども、要は食べた時の糖質が急激に血糖値を上げなければ脂肪を溜め込みにくくすることがこうできるわけなんで、そこで緑茶はその血糖値をこう抑えてくれますし、でまたコーヒーに比べてカフェインが少ないので、お体にとってもこう優しい飲み物なんですよね。でプラスこの生姜が血糖値、同じくです、血糖値の急上昇をこう抑えてくれますから、イコール脂肪をこう溜め込みにくくしてくれるわけなんです。でまた脂肪燃焼効果がある、なぜかというとその体をそもそも温めてくれる食材だから。で結果デトックスができて、いらないその老廃物がこうどんどん出てくれて、結果あなたはその腸内環境が整って、痩せ菌と呼ばれるその善玉菌がこう元気になった状態で、自然とこう痩せ体質になることができるわけなんです。でそこにこううってつけの飲み物のが、まあ、アイドル水なんですよとお伝えしてるんですけれども、ただアイドル水ですね、やっぱりこう冷たいまま飲む方もいらっしゃると思うんですが、特に夏場とかですね、美味しいですよね冷たいの。ただやはりその冷たいものを飲み続けてしまうと、結果その腸内環境に負担をかけてしまって、やっぱ太りやすくなってしまいます。でだんだんその代謝も落ちますし、こうデトックスがこうできなくなってしまうんですよね。なので私は、まあ、夏場でも、まあ、できればその常温か温かいアイドル水をおすすめしたいなと思っているんですね。で今は まさにこう寒い季節になっておりますから、この私が見つけてきました小川生薬さんの国産生姜緑茶をこう気軽に使っていただきますと、あっという間にできます。もうあの緑茶特に生姜が入っているわけですから、あとあなたがご準備するのはもう本当にお湯と、まあ、レモン果汁と、まあ、蜂蜜だけなんですね。で中には、先生この蜂蜜入れなくてもいいですかってご質問するあのされる方もいらっしゃるんですけれども、私はあの無理に入れなくてもいいと思います。蜂蜜もその脂肪燃焼効果がありますし、まあ、入れることでこう美味しくなります
ますので、まあ、飲みやすくするためにはいいと思うんですけれども、無理に蜂蜜がなければなしでも良いです。ポイントはやっぱり体を温めてくれて腸内環境良くなって、こういった脂肪燃焼効果があって血糖値を緩やかに上昇させてくれる食べ物が材料であれば、結果その脂肪をね溜め込みにくくしてくれるわけですからいいと思うんですよ。その時にこちらですね、あのまあ材料が 500ml ですので、このティーパックはですね1つで約 140ml に対して1袋になってますから、まあ、かける3倍ぐらい、お好みで4つぐらいですかね。でこれ1袋で12袋入ってますから、3袋の場合は4回分ですよね。で4袋使った場合は3回分入っておりますので、ぜひこちらあの国産の材料を使った脂肪燃焼効果の高いこの生姜緑茶、ぜひぜひ使ってみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルではこのようにさまざまな腸活法、健康法、ダイエット法をお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。でまたこういったダイエット法ご質問おありの方は詳細欄に LINE のリンク貼っておりますので、そちらからご登録後直接私までご相談してくださいね。また役に立ったと思っていただけましたら、ぜひぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加ください。私とっても励みになっておりますし嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。